オーラフ・ショルツはドイツの政治家。2018年3月発足の第4次メルケル内閣で連邦副首相、財務大臣を務める。所属政党はドイツ社会民主党で2018年2月よりスピード党首代行。労働、社会保障大臣、ハンブルク第一市長を歴任。オスナブリック生まれ。祖父は鉄道職員、両親は 繊維販売業で先祖代々のハンブルクアルトな市民である。アビトゥア合格語法学を学ぶ。1985年に弁護士免許を取得し開業。ハンブルク市議会議員を務める夫人との間には、子はないが児童保護活動に参加している。1975年にドイツ社会民主党に入党し、青年団組織で活動し、 1982年から1988年まで、その連邦副代表を務める。1987年から1989年まで、国際社会主義青年同盟副総裁を兼任した。国家独占資本主義を支持する党派に所属した。1994年から2000年まで、ハンブルク・アルトナ地区の党代表を務める。1998年、 ドイツ連邦議会に初当選。2000年から2004年まで、ハンブルクのスピード代表。2001年5月、ハンブルク市内省、ハルトムート・ブロックラーゲの辞任に伴い、オルトビン、ルンデ市長に招聘され、連邦議会議員を辞して、公認の内省に就任する。しかし同年の市議会選挙で、スピードが破れたため、同市長の退陣に伴い10月に離職した。 2001年に党の連邦代表執行部に選出されている。2002年の総選挙で連邦議会議員に帰り咲く。2002年10月から党事務局長を務める。2004年3月のゲアハルト・シュレーダー首相のスピード党主事人とともに執行部委員を退いた。ショルツは党内ではシュレーダーと親密な関係にある構造改革派とみなされていたが、 2007年の入閣後は、この評価は変わっている。2005年10月、連邦議会党議員団代表代行に選出された。2007年11月、フランツ・ミュンテ・フェーリング労働省の辞任に伴い、その公認の労働を、社会保障省として、アンゲラ・メルケル首相の大連立内閣に入閣した。2009年ドイツ連邦議会選挙の結果、連立組会が起きたため、 大臣職を離れた。同年11月よりスピードハンブルク地区代表に就任し、またスピード連邦議会議員団副団長として執行部入りした。2011年2月20日に行われたハンブルク市議会議員選挙でスピードは48.3%の得票数で121議席中62議席を得て勝利し、ショルツはハンブルク市長に就任した。 同時に、連邦議会議員職を辞した。2015年の市長選挙でも再選されたが、スピードの獲得議席が過半数終わったため、緑の党との連立政権となった。2017年ドイツ連邦議会選挙の際には、スピードの首相候補に取り沙汰されたこともあったが、結局マルティンシュルツが選ばれた。2017年ドイツ連邦議会選挙の後、セディとの連立交渉に参加。 連立参加へのの可否を決める、党員投票の際は、臨時党首を務め、連立協定承認に導いた。2018年3月14日に第4次、メルケル内閣が発足し、連邦副首相、財務大臣に就任、同時に、ハンブルク市長を退任した。デアノイエアービーツミネスター・オラフ・ショルツ・ハットナー・ハフィラン。 ラックシュラガンザイネントロームジョブベコンメン、ヌーンウィル・イアル・ダイ・ユニオン・アーバーン、フォアーレムバイム・マインディ・ストローム。2019年2月2日閲覧。セバスチャン・フィッシャー、ムーンテ・フェディング・レシグネション、メルケル・リュージス、ミスター・グランド・コーエディション・スピーゲル・オンライン、フィジバンク・バーニムット・シナト・コミサリッシュ。2019年2月2日閲覧。ありがとうございます。